誹謗中傷、はい、誹謗中傷に関して、はい、まずはこちらをご覧ください。皆さんご迷惑とご心配をおかけしました。私は以前からとても追い詰められていて、5月の20日に人として間違った行動をしてしまいました。家族や友人に迷惑をかけないために自分の命を絶つしかない、そう思ってしまいました。美咲さん、本当みんな心配しましたよ。もう大丈夫ですか今、うん、まあなんとか、はい、もうね、正直なこと言います、はい、あ、話題作りをされてらっしゃるのかなぐらいに本当は思ったんです。はい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 、でも本当に恐らかったんだろうなと。そうなんですよ。でもあれしかするしかなかったと思ってます。やっぱり、まあ、僕だけじゃなくて家族のところまで、うん、やっぱりすごく迷惑をかけてて、まあ、地元に嫌がらせの調査に行かれたりとかいろいろあったんで、ええ、まあ、誰かを傷つけないためにそうするしかないっていうふうに、まあ、判断したというか、それしかなかったんですよ、ね、自分がいなくなるしかないんじゃないかとって YouTube に申請して、もう本当にこれは過剰だと、警察も動いてるっていう話をずっとしても対応しないんで、はい、YouTube も対応していくの、はい、だん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 エスカレートしていって、うん、地元ふるさとのですね、担任の家に突撃したりとか、うわ、まあ、そういうことはありましたね。迷惑行為じゃないですか。そうなんですよ、ね、光さんも驚いたでしょあれ。まあそうですね。だから僕も最初本当にパフォーマンス入ってんのかなっていうのは思ってました。はい、でも僕本当に LINE も返ってこなかったんでガチで。それはもう心配になりますよね。はい、だから、ガチなんだなっては思って、現時点では早く、まあ、警察の捜査が進んでほしいなっていうのがもうそれだけですね。これ純粋にそれですよ、はい。美咲さん、誹謗中傷という行為に対してどのようなご意見をお持ちでしょう。これははっきり言うんですけど、誹謗中傷は、まあ、別に、まあ、かもなく不可もなくだと思ってます。どういうことですか。当然やっぱり表に出てる以上は誹謗中傷を受けるじゃないですか。それをやめてくれ、なしにしれって言ったら表に出ない方がいいと思うんです。なるほど、はい、ただ僕はちょっと世間の認識と若干乖離してる部分があるかもしれないんですけど、誹謗中傷じゃなくて今回、うん、必要なつきまといが本当に精神的に追い込まれたんですよね。ストーキング的な。そうです。毎日2本ずつ動画を約100日間ぐらい出されたりとか、それで広告収益を得て、だから僕立花さんに言いたいんですよ。もうちょっと橘さんには昔お世話になって申し訳ないんですけど、反旗を翻すわけじゃないですけど、やっぱ橘さんがやってることも、まあ、NHK をぶっ壊してずっと何年もやってますけど、これつきまといなんじゃないですかっていうのはちょっと一つはっきり言いたいなと思ってます。橘、はい、さんのこの長年に続くのは批判じゃなくてつきまといであり粘着ではないか、うん、っていうふうに捉えても僕はおかしくないと思うんですよね。橘さん、はい、誹謗中傷についてどう思いますか。いや、僕はもう誹謗中傷は、まあ、一般人に対しては絶対やっちゃいけないと思います。一般人に対してはいわゆるその誹謗中傷というのは公人ですね、公共性、公益性で真実性という3つがあれば誹謗中傷というのは、あの免除され、免責される刑事も民事も免責される。 法律的な話ですね。法律上はね、これはその通りですね。でだからいくらそれ事実であったとしても、相手が例えばインフルエンサーとかいわゆる YouTuber でお金儲けてるとか、テレビとか公務員、こういう人でない人に対してはこれは一切ダメですよ、うん、もうメディアに出てる、まあ、YouTuber と名乗ってね、うん、まあ、CM とかもやってたら、うん、まあ、これは僕はもう誹謗中傷を受けるのはもう仕方がないっていうのがあります、うんうん、で特に僕は NHK に対してやってるのは、はい、それは NHK がつきまといをしてるんですよ。全国の家にピンポンでやって金払えってやってるわけですよ。あの年金生活の人とかに対してもね、あの裁判するぞお金払えって扉ガガガガ叩いてるから、まさにストーカーをしてるのは NHK であって、現に今も NHK の被害者が出てるので、だから NHK ぶっ壊すやってるだけのことで。なるほど、なるほど、なるほど。 あとはめちゃくちゃ強い相手がいるわけですよ。こういう人に対しては完璧な証拠が取れないときには、はい、あえて誹謗中傷して向こうの反論を待つっていうのも一つのやっぱり戦術ではあるんですよ。フォローが出るのを待つってことですね。そうです。本当にこっち側が間違ってたら向こうは反論するなり訴えてくるわけじゃないですか、はいはいはい、だから実はこの誹謗中傷っていうのは、その弱者が強者に向かって戦いを挑むときには、ちょっとねやっぱ戦術としては必要になるので、でさすがにあれはやりすぎなので、もう直接言った方がいい、あれは。さあ、ヒカルさん、実際に友人である美咲雄太さんがこういう苦しみも受けましたと、はい、でも立花さんみたいなご意見の人もいると、はい、ヒカルさん、誹謗中傷についてどう思いますか。いや、気持ちで言ったら、まあ、嫌なもんですよね、うんうんうん、される側は絶対的にこれで嬉しくはならない、うん、誰もが、まあ、立花さんも誹謗中されて嬉しくはならないと思うんで、うん、嫌なもんなんですけど、こう人間の性質上、なんかもうこれ仕方ないもんもあると思ってて。そうなんですよ、人間の性質は考えないといけなくて。そうなんですよ、だからこういじめがなくならないのと同じだと思ってるんですよ、うん、だからこう
受け入れるじゃないけど諦めるっていうか、その期待を持たないっていう、うん、人に僕は期待してないんで、うん、僕も誹謗中傷受けてきたんですけど、もう期待してないんですよ僕は。受けてきましたよね、嫌な思いしてきましたよね。受けてきたんで、でもそれが普通だと思ってるんですよね。人間ってそういうもんだって思って割り切ってるんで。でもそれもなんかね、僕もやっぱ炎上者じゃないですか、考えたんですよ、ね、俺にも問題があったんじゃないかっていうのはやっぱり絶対的に思ってて、うん、そうなんですか。いやそうなんですよ、やっぱ自分に問題が何もなければ多分攻撃はされてないんですよ、うん、どっかしらで鼻につく部分があったりとか、うん、なんかちょっとこう誰かを敵に回す発言をしてたりとか、うん、っていうのが積もり積もってこう攻められてるって思ったんです僕は、うん、だからまあもう受け入れるしかないかっていう、完全に妬み嫉妬の類だから別に、うん、ああ世の中の人って金持ち腹立つね、まあね、そうだよね、もうだからそこは光くんが出現してようがしてまいが、金持ち嫌いとか、うん、あの女にモテるだけで嫌われるとかっていうのがいるから、うん、あと実際僕もそういうの嫌いだったんですよね、二世タレントとかも大嫌いなんですよ。あその親の力で成功してるやつ好きじゃないんですよ、ね、はい、似たような性質持ってるし自分も、うんうん、ただ僕はたまたまこう成功しちゃったからこう叩かれる側になっただけで、この若さで完全にそこを理解してるのが偉い。いやだから美咲君も今回本当戻ってきてくれてとか、うん、あっちの世界に行かなくてね、うんうん、よかったと思うし、もうこれ本当強くなるきっかけになるから、うん、でもちょっとやっぱまあこの場を借りて立花さんにアドバイスもらいたいんですけど、立花さん地元どこでしたっけ。大阪。大阪、じゃあ、うん、僕がね明日からこの番組を皮切りに立花さんに強い恨みを感じて、だから立花隆大阪で例えばじゃあなんかそういう性的ななんかをやってたとか、なんか反射とこんな付き合ってたとか、まあ嘘ですよ、事実無根かもしれないですけど、上げ足を取るように僕が毎日動画投稿をやり続けるとするじゃないですか、そうで信じる人もいますよね。立花さんのところにこんなことしたんですか、反射と付き合ってるんですかとか、立花さんからすると事実じゃないこともやっぱ言われるようになると思うんですよ。でもそれを毎日言われます。で立花さんが反論するとさらにその動画が目立ちます。どう対応しますか。いやもう当然基本的にはもうあいつはアホやからほっとけっていうのが一番です。ただ一撃はかましておいた方がいいと思うね。だから一回直接会って二人で YouTube ボーンってやってしまうって、まあ一人では無理にしてもね、俺やったら直でやるけど、まあそうですよね。でもアホは俺のこと言わんで信じんねえわと。でとにかくこれ美咲くんね、強くなってほしい。強くなるっていうのは受け流す力、それをやればやるほど相手の思いつぼですよね、正直な話。そうなんです。あとなんかそれでお金を稼いでる、広告収益を稼いでるのもやっぱ気に食わない部分がありますよね。本当ですよね。で僕としたらそんなくだらない20年前の話、デマの話とかそんな土俵に乗りたくないんですよ。もっとやることあるんですよ、たくさん。もっと楽しい動画撮りたいんですよ、そんな時間あった。でも強制的にしょうもない土俵に乗せられて、ずっと引っ張り出されるような感覚がある、受けます。それはさっき僕あの美咲さんがどうしたらいいですかってあったじゃん、年次から、はいはい、立花さんが言ったように、はい、あったら早いって言った話だったじゃないですか、はい、僕これこれさんって言うじゃないですか、はい、で生配信でこう炎上取り上げて、はい、でそのなんか炎上した人出てこいって言うじゃないですか、はい、で出てきた人の方が燃えないんですよね。へえ、絶対そうよね。でこれも話早くて多分、いやだから直接言ったらええねんって美咲さんが早い段階で会ってたら、うん、はい、多分もう終わってた可能性高いんですよ。そうあれね、会うと言えないのよ意外に、うん、知らない人だから結構言えるの、うん、だから俺今三木谷さんめっちゃディスってるけど、はい、三木谷さんに会ったら多分言えない。めちゃめちゃチキンじゃないですかそれ。いや違うんですよ、会ってしまうといいところと悪いところ両方分かるから、うん、そうですね。でも会わないと悪いところばっかり探しに行ってしまうから、だからねそこは、うん、まあ、会うの意外に一番早い解決策っていうのもあるんですよね、可能性として、うん、怖いけど言ってるから、だから、結局視聴者って逃げるやつ嫌いなんですよ。確かにね、だから、はいはい、ミニシャミショーの視聴者もそんなバカだけど集まってはないんですよね、うん、だからなんだかんだ言ってることにちょっと納得できるところあるからついていってるんですよ、うんうん、っていうとこ完璧な分析やな、あると思ってて、うん、当人に会いに行くってこれはでも技術いると思いますよ、うん、なんかこうあの炎上の一番の止め方って燃やし尽くされることだと思ってて、うん、こうやっぱその、ね、燃料がなくなったら燃やせないんですよね、うんうん、だから一旦自分で火の中飛び込む方が意外に早く消化されるっていうのは僕思ってて、はい、やっぱ炎上経験したから分かるんですけど、うん、逃げたら逃げた分だけ長引いて、うん、どん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 なんかこう粘着質なその自分のアンチを支持する人間が増えていくんですよ。へー、そうなんです。だからそこを止めないといけないんで燃えちゃうのが早いんですよね。攻撃してくる人って案外話したら分かる人多いですけどね、イメージ。あー、そうですか。そうなんですよね。やっぱその頭はいいんですよ、もう根本。あー、そうなんですよ。頭悪い人の誹謗中傷だったら支持されないんですよ。そこ、それなり頭がいい人がやってるから厄介なんですよね、うん、
だから意外に話してみたらすんなり終わっちゃうパターン本当多いと思います。美咲さん、誹謗中傷ってそれって相手が分かる時だけじゃないじゃないですか、うん、木村花さんに至っては、うん、完全な匿名でやられ続けましたよね、うん、あれ木村花さんの気持ちも今だったら少し分かるんじゃないですか。まあ、それはもちろん分かりました。あれはもうかわいそうだなと思うんですけど、僕はでもまあそこまでね、まあ、それこそ捕まったいろんなことあったんで、うん、弱いわけじゃないんですよ。まあ、程度はありますよ、人の強さ弱さって、うん、でも、まあ、なんで匿名にやられる分にはまだいいかなと思ってます。一応よほどひどいものは開示請求かけたりとかやっていこうと思ってるんですけど、うん、まあ、その程度でそれで気を病むことはあんまりないし、ね、うん、やっぱその誹謗中傷、自分を叩くこと、そして家族第三者を巻き込むことでお金を稼がれたっていうの、このお金っていうのも結構やっぱ来ました心に。ヒカルさん、難しいのが、うん、はい、例えばじゃあ美咲さんが会いに行ったとするじゃないですか、うんうん、はい、相手の目的が金稼ぐことだったら、はい、変に和解せず無理に話をこちらさせようなんていう、いや、要はそんなそういうなんかこうなんていうかな、筋の通ってないことしたら視聴者離れるんですよ絶対に、うん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 、いや YouTube の視聴者ってこうある種単純のに見えてやっぱちゃんと考えてついてるんで、うん、ガシさんもそうなんですけど、何かしら真っ当な部分がないと支持されないんですよ、うんうん、絶対なんですよこれって。だからガーシさんって悪いとこもあると思うんですけど、いいとこがあるから支持されてるわけで、だから絶対的にそうなんですよ。だから筋の通ってないことすると一気に人離れるんですよ。へー。いやでも生放送やってても筋の通ってない発言した時ってめっちゃ叩かれるんですよ、ガーシさんもやっぱチャットめっちゃ荒れるんですよ。まあ確かに、はい、でそれを悪かった、自分が間違ってたって言ったら回復するとか、そういう世界なんで、だから筋が通ってないことを向こうにさせたら勝ちなんですよ、うん、ある種戦い的に言ったら、うん、なるほど。そうなんです。だから自分が間違ってなかったら表出て戦って向こうが筋通ってないことした瞬間こっちは勝つんで、一気に支持が流れてくる。逆にピンチをチャンスに変えれることもできると思うんですよね。